はい、こんにちは、エンゾーです。今日はね、久々ランクル250の続報をお伝えしたいと思います。先週ですけどね、目の前にね、ドライブ中にランクル250がスパッと入ってきて、ちょっとね、まじまじリアをね、見ながらこうね、眺めていました。なんかね、まあ景色的にね、広いところで走ってるんでね、まあそんなにめちゃくちゃ大きいなっていう感じはしなくて、まあ逆にね、ボディがね、パールだったんで、下の樹脂バンパーとの差かな、これのせいでね、車高が思ったよりね、高く見えましたね。まあツートンっぽいというか、下の、タイヤとバンパーがグレーなんでね、なんかどうしてもね、車高がこう一段上がったように見えましたね。なかなかね、こうそれはそれでやっぱ黒じゃない、グレーじゃないっていうなんかメリットというかね、上に、視線が行ってしまうっていう、このカラー白はなかなか。この後ね、直線だったんですけどね、ここの後にね、ちょっと左2車線になるんでね、ちょっとこうサイドビューを見ようかなという感じで、ちょっとこう追い越し車線から眺めたんですけどね、やっぱね、この横からもいいですね。好みですね。なんかね、ちょっとね、まあこうゆったり走る感じ、こういった一直線にね走る、まあちょっと早く乗ってみたいなっていう気持ちにさせられましたね。ね、まあ後方はね、ちょっと映像にありませんけど、やっぱ革命もね、いいかなと思います。やっぱね、ボディのね、この角張った四角いパーツで構成されているデザインにはね、ちょうどスペースもね、ちょっと細長のキレッとしたね、スクエアな長方形の目がね、やっぱ似合うかなと。グリルもちょっと小さめですしね、なんか水平基調のラインのこうボンネットで、またフェンダー出てるんで、なかなかね、300に比べるとちょっとこうキュッとした感じの印象でね、フロントのこの威圧感は意外とこうないっていうか、感じなんで、まあそういう意味でもね、水平基調にこうラインが直線になるっていうのと、レイライトのこの上のところが光るの発光がね、結構こう眠たそうな目の上がね、やたら光ってるっていうね、なんかそのギャップが映えますね。まあ、ということでね、ちょっともう丸めね、諦めようかなっていう気にさせるようなね、ちょっとこのランクル250、この一般道というかね、バイパスで見ましたよという、この感想ですね。今回ちょっとそういった感じで、ちょっと心が揺らいだという、まあずっとね、丸めにこだわって、丸め待ちということでね、何回かね、納車の打診来てるんですけど、実は。まあその都度断っていたんですけどね、こうね、街中にね、こう走ってる姿を頻繁に目撃するようになるとね、まあ、あれほど丸めが良かったと思っていたんですけど、革命もね、やっぱ実車でね、走ってるとこ見るとね、意外と、というかまあね、普通にかっこいいなと思います。ちょっとね、こう、丸めにこだわりが、まああったんですけど、まあさすがにね、もうこれで約半年、そして続々とね、まあちょっと欲しくなりますよね。必ずね、後から丸めが来るんでね、まずはシンプルに革命で味わって、そして丸めをまた待つっていうね、まあ当たり前ですけど、最初のね、提案がね、一番いいのかもしれません。ということでね、皆さんはね、どっちを選んでますかね。もう納車された人、ちょっと感想をいただければなと思います。ちょっと参考にして、それを次の出番が来た時にね、もう選択しちゃおうかなと思っていますので、実際にね、ランクル250、納車されてね、革命でお乗りの方がいらっしゃいましたらね、その感想などね、いただければなと思います。はい、今回はね、ランクル250、革命でもいいかなと思っちゃったっていう動画になります。それではまた、エンゾーでした。